東京都交通局4000系電車は、1925年に登場した東京都交通局の路面電車車両である。ここでは1925年から製造された旧4000系、旧4000系のバリエーションである4100系及び4200系、そして1949年から1950年に製造された後進4000型について記述する。1925年から全部で50両製造された3扉の定床式ボギー車。車体自体は木造だが、先だって製造された3000型と同様に鉄骨が採用されている。扉は3枚すべて1枚引き戸であり、3扉車は1919年から1921年に製造され、関東大震災で半数が焼失した、保衛中1653系以来であった。台車には新設計の定床式 D-11 型が使用された。また、当時の軌道に対する車体長の関係から、車端が絞り込まれているという特徴的な外観をしていた。終役以降全車三田車庫に所属し主に1系統で活躍していた。D-11 台車は設計に不備があり、4000系系列の乗り心地は当時の市電の中でも最低と称され、走行中の容疑や雑音も多かった。また、ブレーキ構造にも欠陥があったために、ブレーキング時にギンギンギンと独特の異音がした。太平洋戦争中に20両が南千住車庫に転出。4010号と4038号が戦災、4001号と4007号が失火事故で喪失している。戦後は6000系の配備に伴い全車が南千住車庫及び柳島車庫に転出している。1949年度に4014号を除く45両が交代化。4014号は構成4000系ラストナンバーの続版となる4118号と改版されたが、1952年に交代化。改造を受け構成3000型に改造された。4000型に引き続いて、1925年から全部で50両製造された。こちらも鉄骨採用の定床式木造3扉のボギー車であった。外観的には4000型よりも若干丸みを帯びたという程度の差しかなく、本来ならば形式区分する必要はないが、東芝製の RB200 系コントローラーを新たに採用していたために区分された。4000型と同じく、三田車庫に配備されていたが、制御機の違いのためか4000型に比べて、鈍速で、混用運転を避けるためにこちらは主に2系統で使用された。戦時中の国試で1944年10月末までに25両が旧車となり、16両が戦災廃車。戦後は4000型と同様に6000系配備に伴い、柳島車庫と巣鴨車庫、後に広尾車庫にも転出している。なお、復旧された車両のうち8両は台車を D-10 台車に振り替えられ、4103号のみ、交代化改造のテストベッドとして、中央扉を埋められ、2扉化された。1949年度に30両が交代化、改造を受け、木造のまま残存した4両は改版。うちに扉化改造を受けた4122号は改め記されて杉並車庫へと転属した。4122号は1951年に構成2000型に残る3両は翌年に構成3000型に改造された。4000系、4100型に引き続いて1927年から全部で80両製造された車両で、こちらも鉄骨採用の定床式3扉木造ボギー車であった。4000系、4100系とは屋根が異なり、初の鉄板張りとなっている。また、ベンチレーターも取り付けられ、正面の倉庫も鉄板張りにするなど、形態的にはかなりの差異がある。しかし、鉄板張りの屋根が腐食し雨漏りが発生するというトラブルが頻発し、後にキャンバス張りへと改装され、同時にベンチレーターも撤去された。4000、4100型と異なって、戦前には全車が新宿車庫に配備され、主に 11.12 系統を受け持っていた。戦災により42両が喪失。また他に4273号が火災焼失する事故が起きており、1943年9月に中央出入り口の幅を広げ2枚引き戸に改良した新車体で復旧している。戦後に旧車から復旧した車両のうち7両は台車を D-10 に振り替え、また4229号は前述の4103号同様に中央扉を埋められている。戦後は多くの車庫に散らばっており、1949年度に35両が鋼体化。木造のまま残存した3両は改版され、2扉化改造を受けた4125号が改め記されて杉並車庫に転じた。4125号は1951年に構成2000型に、残る2両は翌年に構成3000型に改造された。1949年から1950年にかけて木造の4000系、4100系、4200系の車体更新が行われた。新造された車体の形状は6000型とほぼ同様で、木造の4000系、4100系、4200系の他に、王子電気軌道から引き継いだ120型を種車にしている。台車は種車の D-11 型を流用したが、一部 D-10 型に換装された車両もあった。また、日本車両製造製の4002から4021は、ウィンドウシルが広幅である。全部で117両が製造された。なお、オーデン120型を種車とした更新4000型は、警笛の音色が、他の車両と異なったと言われる。これは、種車となったオーデン120系のエアホイッスルをそのまま使用したためで、耳慣れない音色に戸惑う人が多かったとの逸話がある。車体更新時に不要となった木造車体の16両分は1950年から1953年にかけて鹿児島市交通局へ譲渡され、同局400系電車となったほか、戦後の深刻な住宅不足から、江戸川区では、都教員の官舎として13棟が1959年まで利用された。大久保、巣鴨、柳島を中心に所属し、1968年6月から廃車が始まった。同年10月に残存する全車両が大久保に集結し、13系統専属で運用された。1970年3月、大久保車庫廃止とともにすべて廃車となり、形式消滅した。廃車後は全車両が解体され、現存するものは存在しないが、本形式が装着していた D-11 系台車が、江戸東京博物館に保存されている。江戸東京博物館で保存されている D-11 系台車。ありがとうございます。